かつてこの世界は戦火が広がり血が流れた。その日まで。その日、神は聖なる光を浴びながらこの世界に降臨し、命ある者に救いの手を差し伸べた。神は真珠を植え付け、人々をその上に住むように導いてから世を去った。木の上で生活を始めた人々はほんの一時、地上の災いから逃れた。しかし彼らは地上からの怒りに気づかなかった。やがて訪れた大崩壊で真珠は6つの浮遊島に分裂され、その間無数の人間は命を落とした。そして今、その憎しみの炎は再び燃え始め、6つの浮遊島の一つである聖都は空前の危機に遭遇しようとしていた。